ここは相口に打たれた楽天がそのままサプロのところまで追い引いたかなと。本当ですね、そういう見方をせざるを得ないですね。はい、今日は5対2でロッテが勝ったんですが、今日のダイジェストをご覧いただきましょう。この成瀬の立ち上がり、本人は不安だったというんですが、長野倉内連続三振、坂本もセカンドフライ、見事な立ち上がりに見えた1回の表、三者凡退でした。1回の裏、巨人の先発は沢村。この沢村の足元を狙った岡田のピッチャー強襲ヒット。ただこの後ですね、2ボール2ストライクからジャイアンツバッテリーはウエストをするんです。岡田盗塁失敗は今シーズン6つ目で、ランナーがなくなり根本は三振、沢村も良かったんです。3番の井口、低めのストレート意外と伸びました。でもセンターフライ。0対0でゲームは3回の裏、2アウト2塁1塁、ロッテチャンス、井口低めのストレート。この低めのストレートにタイミングが合っていたんですね。レフト線への先制タイムリーツーベース、ロッテが1点を先行。その後2塁3塁でサブロー、高く舞い上がったレフト中段への坂田振り第3号のスリーラン、4対0。沢村あぜんぼうぜんです。そしてロッテ主導権を握ったまま5回の表に進んでいきますが、それから成瀬のピッチング、4回までパーフェクトだったんですが、4番の村田がチーム初安打、パーフェクトは途切れます。でも阿部セカンドフライ、それから高橋由伸中途半端なスイングで三振、谷いい当たりもライトフライ、得点を与えません。当然ここまでフォアボールもなし。7回まで進んでまいりました。坂本、これがフルカウントまで粘られてのチーム2本目のヒットで、ワンアウト1塁から村田、根本のところへバックハンド、6-4-3、ゲッツー、守りも助けます。7回の裏、変わったピッチャーは一岡でした。ルーキーピッチャー、2アウト2塁からバッター井口、フォークボール打ち取りました。ライトフライ、ライト突っ込んでまいります。フォローが梶前が、これが取れません。記録はエラーと記録されまして1点追加、5対0です。終盤の8回、成瀬の完封がかかってまいりますが、阿部セカンドゴロ、高橋センターフライ、そして7番の谷、バットを放り投げるような打ち方のサードゴロ、三者凡退に切って取りました。当然ながらベンチ内も今シーズン成瀬の初完封を期待しての9回、ワンアウトからバッター一塁で長野、スライダー甘く入ったところ、ライトスタンドまで持っていかれました。長野の第3号ツーランホームラン、完封の夢が絶たれます。そして今度は3番坂本、レフト前ヒット、無念の降板ということになりました。完封完投を逃し、でも2アウト1塁から薮田がマウンドに上がり、4番の村田ライトフライでゲームセット。これでこの巨人戦は交流戦1勝1敗としたわけであります。